手の届くところに来たなと思ったら逃げられて、それの繰り返しで、やっとの思いで掴んだら、今度は掴んだそいつに蹴落とされてさ。神様は禁忌を犯した人間をとことん嫌うらしい。俺たち、一生このままかな。なあ、アル、俺さ、ずっとお前に言おうと思ってたけど、怖くて言えなかったことがあるんだ。何？お待ちください！二人とも休んでいるところですので。聞いたぞ、エドワード・エルリック！なんたる悲劇！賢者の石にそのような恐るべき秘密が隠されていようとは。しかもその地獄の研究が軍の下の機関で行われていたとするならば、これは由々しき事態である。ごめんなさい。あんな暑苦しい人に詰め寄られたら喋らざるを得なくて。あれ、右手義手だったんですか？頭部の内乱の時にちょっとね。それで元の体に戻るのに賢者の石が必要でして。そうですか。それがあんなことになってしまって残念ですね。真実は時として残酷なものよ。真実？どうしたの、兄さん？マルコーさんの言葉覚えてるか？ほら、駅で言ってただろ。え？真実の奥のさらなる真実。そうか、まだ何かあるんだ。何か。軍の下にある錬金術研究所はセントラル市内に現在4カ所。そのうちドクター・マルコーが所属していたのが第3研究所。市内の研究所は俺が国家資格取ってすぐに全部回ってみたけど、ここはそんなに大した研究はしてなかったような。これ、この建物、なんだろう？以前は第五研究所と呼ばれていた建物ですが、現在は使用されていないただの廃屋です。崩壊の危険性があるので立ち入り禁止になっていたはずですが。これだ。え、何の確証があって？隣に刑務所がある。賢者の石を作るために生きた人間が材料として必要ってことは、材料調達の場がいるってことだ。確か死刑囚ってのは処刑後も遺族に遺体は返されないだろう。表向きには刑務所内の公衆台で死んだことにしておいて、生きたままこっそり研究所に移動させる。そこで賢者の石の実験に使われる。そうすると刑務所に一番近い施設が怪しいって考えられないか。囚人が材料。嫌な顔しないでくれよ。説明してるこっちも嫌なんだからさ。刑務所絡みってことはやはり政府も一枚噛んでるってことですかね。一枚噛んでるのが刑務所の所長レベルか政府レベルかはわからないけどね。なんだかとんでもないことに首を突っ込んでしまった気がするんですが。この研究機関の責任者は？名目上は鉄血の錬金術師バスク・グラン准将ということになっていたぞ。そのグラン准将に鎌かけてみるとか。
無駄だ。先日スカーに殺害されている。スカーには軍上層部に所属する国家錬金術師を何人か殺された。その殺された中に真実を知る者がいたかもしれん。しかし本当にこの研究にグラン准将以上の軍上層部が関わっているとなるとややこしいことになるのは必至。そちらは我が輩が探りを入れて後で報告しよう。それまで少尉と軍曹はこのことは他言無用。エルリック兄弟はおとなしくしているのだぞ。忍び込んで中を調べるなど子供がそのような危険なことをしてはならん。わかったわかった。そんな危ないことしないよ。僕たち少佐の報告をおとなしく待ちます。なんつってな。使ってない建物に門番ね。怪しいね。どうやって入る？入り口作っちまおうか。それやると連星反応の光で門番にバレちゃうかも。となると、そこの者動くな。ここは立ち入り禁止になっている。中にも警備がいるのかよ。貴様！あら、造影を呼ばれる前に突破するぞ。追いかけっこなら負けないよ。はっ、捕まえた。へっへい。このバカ誰が。逃げるな！僕に任せて！追いかけっこなら負けないよ！行くよ。はい。
格の違いを見せてやる。うげ、入り口もがっちり閉鎖かよ。通風口か。ここからなら入れそうだな。アル、ここで待ってろ。え？一人で大丈夫？大丈夫も何も。お前のでかい図体じゃここ通れないだろ。好きででかくなったんじゃないよい。48、おい、ん、なんだ66。久しぶりの客が来たぜ。そうか、今回のは楽しめそうか。期待できねえな。ちっこいのと鎧を着た水凶なデカブツの二人だ。水凶、お前が言うかね。チビはおめえにくれてやるよ。俺はデカブツをミンチにしてやら。何が現在使われておりませんだ。ビンゴだぜ。なんだこりゃ。ひょっとして賢者の石を錬成するための。その通り。どこの小僧か知らんが、石について深く知っているようだな。私はここの守護を任されている者、ナンバー48と名乗っておこうか。ここに入り込んだ部外者は全て排除するよう命じられている。悪く思うな小僧。そっちこそ、小僧に倒されても悪く思わないでくれよな。ほう、錬金術というやつか。どれ、手並み拝見。覚悟しやがれ。逃がさねえ。立つ。おいおい、この空洞、ひょっとしてあんた、その中空っぽなんじゃねえ。驚いたな。よく気がついた。あんたみたいのとしょっちゅう手合わせしてるんでね、感覚でわかった。表の世界にも私と同じのがいるのか。嫌になるね。俺以外に魂を鎧に定着させるなんてことを考えるバカがいるなんてよ。まさか。僕に任せて。覚悟しやがれ。逃がさねえ。失礼するよ。追いかけっこなら負けないよ。
右腕は鋼の義手か。命拾いしたな。だが我が愛刀は鋼さえも貫く。冗談じゃねえ。これまた壊したらウィンリーにぶっ殺されるじゃねえか。行くよ。はい。逃げるな。捕まえとけ。格の違いを見せてやる。改めて名乗ろう。私の四八は死刑囚ナンバー。生身の体があった時はスライサーと巷で呼ばれていた殺人鬼だ。表向きには2年前死刑になったことにされているが、腕を買われ実験材料となり、今はここの番犬だ。ってことは魂と鎧を仲立ちしてる因がどこかにあるんだな。全て説明する必要もなしか。私は錬金術には詳しくないが、血液自体が魂をつなぎ止め、そして血液中に含まれる鉄分が鎧の金属部分と同調しているらしいな。そう、私の頭部の決意、これを壊せばお前の勝ちだ。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。これも仕事でね。あらよっと。はい。行くよ。はい。はい。立つ。このバカ誰が。捕まえとけ。ふっはっ。立つ。立つ。ふっはっ。覚悟しやがれ。逃がさねえ。立つ。
ことに予感が。今回のオートメイルは錆びにくくした代わりに強度が下がったから、あんまり無茶しないで。危ねえ。どうした、まだ私の欠員は壊されていないぞ。魂が頭にあるんだから、切り離しちまえば胴体はただの撤回だろう。ここでおしゃべりしていていいのか。表にいるお前の仲間は今頃私の連れが始末しているはずだ。その連れって強いのか。強いぞ。私よりは弱いがな。だったら心配いらねえや。俺昔っからあいつと喧嘩して勝ったことないんだ。兄さん遅いな。ヒュー。オッケーオッケー、でかい割にいい動きだ。そうでなくちゃやりがいがねえ。誰だ。誰だと聞かれたから答えとくか。ナンバー66、もっとはこりゃ仕事上の呼び名だがな。本名もちゃんとあるけど、聞いたらおめえちびっちまうからよ。とどめ刺すときに教えてやら。なーに、きれいに解体してやっからよ。安心して泣き叫び。僕に任せて。はい。はい。はい。追いかけっこなら負けないよ。逃げるな。捕まえた。へへ。捕まえた。へへ。捕まえた。へへ。行くよ。はい。僕に任せて。もう何やってんのよ。逃げるな。
くよ。はい。行くよ。はい。させない。追いかけっこなら負けないよ。僕に任せて。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。はい。よっと。覚悟しやがれ。逃がさねえ。シュッ。バリーザチョッパーとは俺のことだ。させない。はい。よっと。おとなしく切られやがってんだ、このデカブツ。痛くしねえからよ。んなこと言われても。ラッキー、肩ロースいただき。頭が落ちちまったじゃねえか。その体。へへへへ、ちょいと分けありでな。おめえも聞いたことがあるだろう。バリーズ野郎の話だ。肉を切り分けるのが大好きなバリーは、牛や豚だけでは我慢できなくなり、ついには人間を解体するようになりました。
やがてバリーは捕まり、セントラル市民を恐怖のどん底に叩き込んだその男の行き先は当然公主台でした。めでたしめでたし。だが奴はとある場所のガードマンになることを条件に死刑を免れた。ただし肉体を取り上げられ、魂のみ鉄の体に定着させられてな。そう、今てめえの目の前にいるこの俺、バリーザチョッパーとは俺のことだ。誰？僕、東部の田舎の生まれだから、セントラルで有名だった人の話なんて知らないし。ブッ、田舎もん。知らないにしたって俺のこの体見てそれなりのリアクションってもんがあんだろう。もっとこうギャーとか、なんだその体とかよ。傷つくな。なんで死刑仲間かよ、ビビらせやがって。僕は犯罪者じゃない。生身の体が全消失した後に僕の兄が魂を錬成してくれたんだ。兄貴そうかい、兄貴が。おめえ兄貴を信頼してるか？当たり前だよ。命がけで僕の魂を錬成してくれたんだもん。おお、兄弟愛ってのは美しいね。たとえ偽りの愛情だとしても。どういう意味？おめえら本当に兄弟なのかってことよ。そりゃ性格が違いすぎるとか、弟の僕の方が身長高いとか言われてるけどさ。いやいや、そういう意味じゃなくて、おめえよ、その人格も記憶も兄貴の手によって人工的に作られたものだとしたらどうする？あんたには聞きたいことがある。賢者の石についてか？知ってること洗いざらい吐いてもらおうか。言えんな。おいおい、負け犬が気張るんじゃないよ。まだ負けてなどおらん。バカな！一つの鎧に一つの魂とは限らねえだろ。言い忘れていたが、スライサーという殺人鬼は兄弟二人組の殺人鬼だったってわけよ。頭と胴体で別個かよ。俺たちの仕事はここに入り込んだ部外者を排除するのが最優先だ。悪く思うなよ。さあ第2ラウンドと行こうぜ、おちびさんよ。とその前に、アニジャに習って俺も欠員の場所を教えといてやるか。いいか、俺の欠員はここだ。きっちり狙って壊せよチビ。って
そのふらついた足元じゃ無理っぽいな。なめんじゃ。もっと連勢とやらをする暇は与えねえ。くそ、マジでクラクラしてきやがった。追いかけっこなら負けないよ。このバカ誰が。僕に任せて。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。もう何やってんのよ。させない。追いかけっこなら負けないよ。僕に任せて。格の違いを見せてやる。
前へ進むって決めたんだ。これでゲームオーバーだね。言うこと聞かないと花だからね。マジやべえ、ここで死んじまうのか。死ぬ、死、死。ああ、クソ。遠征する暇は与えんと言っている。嫌なやつを思い出しちまった。チクショー、やりやがったのこのガキ。情けないが我らの負けだ弟よ。だったら今度こそ知ってることを全部話せよ。それは言えん。さあ、さっさと我々を破壊してここを出ていけ。人殺しは勘弁しろ。ふん、甘ったるいこと。こんな体の我々が人と呼べる代物か。あんたらのことを人間じゃないって認めちまったら、俺は俺の弟をも人間じゃないと認めることになる。俺の弟は人間だし、あんたらも人間だ。殺しは嫌だ。面白い。我ら兄弟、物心ついた時から盗み壊し殺し、人皮人を鬼畜よと蔑まれ生きてきた。人としての心どころか体までも捨てた今になって初めて人間扱いされるとは。小僧、石について知りたいと言ったな。兄者、喋ったら俺たち処分されちまうぞ。どうせ我々は侵入者を始末できなかった役立たずとして処分されるだろう。元より一度死んだこの身、何を今さら恐れることがある。置き土産だ小僧、全て教えてやる。ただし私は錬金術には詳しくないと言った通り、賢者の石については何も知らん。だがそれを作らせていた者、すなわち我々にここを守るよう言いつけた者のことならば。それは誰だ。そいつらは、危ない危ない、ダメよ四八、余計なこと喋っちゃ。あらら、なんで鋼のおちびさんがここにいるのさ。さて、どうしたもんかね、この状況。